さあ、義母先生からちょいとお知らせ。まあ、この度ですね、新しい CD が発売になりまして、義母和也、義母先生ですね、今全国ツアー中でございます。まあ、もうね、名古屋、滋賀県、そして京都のライブは終了してるんですけども、大阪、東京、そして、沖縄、地元や熊本県にも行きますけどもね、今回新しく発売したへその緒という曲、発売ライブを開催します。ぜひね、遊びに来てほしいと思いますが、このへその緒、皆さん聞いてくれました？もう買ってくれました？まだです。11月3日より、まあ、インターネットで、全国で、購入が可能になりました。そして、まあ、iTunes や、まあ、Apple Music とか Spotify、 いろんなこう、配信サイトからも11月3日より、ダウンロード購入が可能になっておりますので、義母和也で検索してみてください。まあ、義母だけで検索しますと義母愛子さんが出ますんで、義母和也でぜひね、フルネームで検索してみてください。このへその緒という曲は子供たちと作った平和ソングです。6月23日慰霊の日に、平和の子供たちの、まあ、平和の作文や歌詞を、書いてもらって、それをもとに、もう子供たちがね、たくさんこのいろんなこう作文を書いてくれて、それに僕が目を通したんですね。それで、子供たちがこういうことを思ってるんだとか、あ、この言葉、この単語を使ってみようという感じで、まあ、いろんな子供たちの、その言葉や文章、言い回しも、使わせてもらって、作詞作曲をした曲になっております。まあ、子供たちや、まあ、大人の人たちからの、ね、投稿もたくさんあったんですけど、そんないろんなみんなのこう力のこもった、思いのこもった歌になっておりますので、ぜひ本当にいろんな方に聴いてほしい。今回ね、すごい気合を入れた、もう元気玉のような、ね、曲でございます。ぜひね、聴いていただきたいと思います。そして発売ライブもぜひね、来てほしいと思います。ツアーファイナルは沖縄、12月13日、那覇市文化展物館でもあります。金子由里子さんや島唄でおなじみブームの宮沢和美さんも、ゲスト出演してくれますので、ぜひね、まあ、ライブ情報詳細は義母和也ホームページで見ちゃってください。